どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。本局はですね、こちらの陽流四間飛車に対して、相手の方の居飛車穴熊という最新型の将棋となりました。序盤、中盤、終盤、すべてに見応えがありますので、最後までご視聴お願いします。それでは、行ってみよう！あなたが後手です。はい、後手番となりました。対局開始。よろしくお願いいたします。三段の方ですね。11連勝中？ほんますか。強そう。強そうやね。足の位を取っていく。四間飛車。四間飛車ですね。相手の方差し慣れてる感じするな。早いもんね。早い早い。1.1 秒ぐらいのペースですね。さあ、3六ついちゃうか。まあ、陽流みたいな感じでいきますかね。5六銀上がって。金無双。金無双。まあ、このあたりは定石化された手順ですよね。相手の方の5二金がどこに行くかって感じです。むむ？これは6五歩つくべき。あれ？これ一本取られたか。一本取られた可能性がある。まあいいや。3七金跳ねるか。7二飛車やられるのか。やっぱり。一本取られたか。うわー、わかんない。禁断の手を出すか。いやー、これ一本取られたかな。8八飛車。7五歩、同歩、6四銀。8八飛車かな、8六歩かな。いやー、迷うな。8六、7五歩、同歩、同飛車。8六、7五歩、8五歩、7六、8四角、8二飛車か。いやー、できますね、この動き。序盤から一本取られるとは。まあ、しょうがないか。飛車回るか。7五歩。7五歩、同歩、同飛車、8六かな。あ、そこ！いや、強いよ。この歩は。取るよりないか。取るよりなさそうだよね。取るよりないか。銀を引くか。銀引くか。いやー、どうなる。7五歩か、ここで。お、寄るんだ。一転して寄るのか。へぇー。まあ、こっちついちゃいますか。飛車戻って。いやー、次の手難しいな。3六銀型がね、どうなんですかね。あ、7五歩を狙ってるのか。じゃあ、29玉引いておきますか。7五歩、同歩、7六歩という手がね、狙いなんですよね。むしろこっちから攻める？むしろ4五歩から攻めてしまう？1四歩、同歩、1三歩もあるな。ただ、桂馬を渡すと、4五歩ついた後に4六桂が生じてしまうんですよ。うん。だから29玉引きたいんだけど、29玉引いてしまうと、7五歩、同歩、7六歩の筋が、受からないと。忙しいってことですね、つまりは。4五歩、同歩、3三角成、同桂、6一角か。だから4五歩に対しては、何をしてくるのかな？まあ、4五ついてみるか。もう、時間もないですしね。6分37か。いや、8六歩か、やっぱり。同歩は4五歩ってこと？同歩は4五歩ってことかな？同角で行く？
渋々同角でいくか。7五歩ね、味付けね。うわぁ、いい距離感だな、相手の方。3四歩打ちたいな。なんだかわかんないけど。3四歩打ってみたいな。3四歩打ってみるか。2四角か。やってしまったか。2四角には7五歩かな。4二角もあるな。まあ、3四歩は犠牲にして戦いましょう。3四金なら3五歩って感じですね。こちらは7五歩と今取ったんですけど、7四歩から7三歩成みたいな感じですね。うわぁ。歩がなると同角。歩がなると同角か。意味ないか。いや、相手の方うまいな、緩急が。緩急の付け方うまいね。いやー、持ってかれるか、これ。持ってかれちゃう可能性あるな。むずい。6四歩一回突く手もあるんだけど、ここで。形勢悪いか、やはり。うわー、どうしよう。6四歩かな。6四歩同歩。8六角はね、あんま効かないんでね。手の流れが悪くなってしまったな、これは。4五銀かな。4五同銀でいくか。7四歩ついてもね、4四銀で。結局ね、戦いになりますからね。端歩をついていくか、今。今端歩なのか。2歩しかないのか。2歩2歩。うーむ。8六角もな、七駒だしな。まあ、ついてみますか、勝負で。叩いて、なんだこれは、強か。4六桂のしっぺ返しが痛すぎるんだよね。4四銀かな。3四金かな。3四金は1三桂成か。4四銀が本命ですね。さあ、どうなってるか。ここは相手の方も長考になりましたね。4四銀ですか、やっぱり。これ痛いんだよね。まあ、しょうがないか。せめて人たち。あ、桂馬。桂馬なんだ。桂馬でいいのか。まあ、香車走りますかね。しょうがない。まあ、4六桂喫するんでね。まあ、こちらに逃げてと。あとは耐えるのを祈るばかりですね。1、2歩叩いておくんだったかな。こう1、2歩打たれるとちょっと後悔しますね。こちらの狙いは1、2歩同玉2五桂みたいな感じになれば、一応攻めがうまくいきそうですね。3五歩か。強い手だな、3五歩は。銀をかわす。上に行く。同桂は玉が取れますので、多分1、2歩かな。うん、1、2歩ですね。これでもう一丁1九香とかもあるのかな ?1、8香とか。それか、単純に桂馬を取って攻めていくか。香車打つかな。迷うね。よし、打ちますか。まあ、1九香だとね、なんかどこかで角のラインで取られるかもしれないんで、わざと1八に打ちました。これでどうするかですね。2一金打ちとか、なのかな。
2号桂は1に香成りがあるのでね、2号桂だけは刺しちゃいけないですね。さあ逃げてきたか。まあ取りますか、しょうがない。同歩に桂馬を打っていくと攻めがつながるかどうかですね。3二玉かな。3二玉は4四桂同金5六桂みたいな感じ。4九玉型が鬱蒼に見えて耐久力あるのかどうか。耐久力ある方にかけたいけどな。あ、逃げた。逃げるんだ。まあ、たたきますか、これは。せっかくですから。3分。叩いてみるか。ちょっと駒渡すんでね、嫌なんですけどね。丁寧に刺してくるんだ、ここで。うわーって言ってどうなるんだろう。やってみよう。5、6、K かな？どっちかな？ 5、6、K。4三金 ?5 六桂4三金4四歩。5六桂5五金か。5五金に3三銀。2分30秒。どっちだ？わかんない。桂打ってみよう。単に3三銀もあったけどね。あとはどこかで7七角が回ってくるかどうかなんですけど、7七角引いてしまうと、8なら飛車成りがね、生じますから、嫌なんですよね。いや、これで持ち駒0になりましたね。4、6強から反撃来るか？来た、反撃来た。しょうがないか。あ、そっか、俺3三銀が厳しくないんだね、全然。なるほど。何をする？ 4 なら桂？あ、そっちか。そっちが筋攻め方ですか。まあ、寄りますか。怖いな、これ。飛車浮きだったかな？ 6 六飛車だったかもしんないね。一歩取ると4なら打てるんだけど、今は2歩なので、4三歩成から4なら打たなきゃいけないのか。厳しいな。まあ、飛車引くしかない。あと一押しが相手の方にあるかどうかですが、どうでしょう。8六飛車と角を取ってくる手は怖いんですよね。負けかな、それで。どうだろうか。歩で十分。マジか。いや、この歩いい手だな。2分。2分しかない。いやー、ないのか、何も。桂馬、6七桂がきつい。歩を打つか、しょうがない。攻め合いの展開だか。桂馬を取ってくる。桂馬を取った時1三銀なり、1三銀なり1回詰めろ。3三銀には2三なり銀が1回詰めろ。いや、際どいように見えるが、6七桂と4七桂の筋は注意が必要ですね。どっちだこれ。歩なってからなり銀か、単になり銀か。1分30秒。単に成り銀でいくか？単に成り銀でいくか。これ、うっかりしたらね、ひどいんですけどね。まあ、2に金か3に金ぐらいだと思います。はい。これで銀を取って同角。いやー、何もないのか？何もないか。ここまで来て何もないか。足りない雰囲気が出てますね。いやー、足りないか。何もないのか。取るしかない。こっちを取る。強者をなる。1分。強者なっといた方がいいかな、せめて。いや、追い詰められている。取るか。叩いて。ここで見切られる危険性もあるが。逃げたか。うわー、わかんない。
ここしかないんだよね。もう。うわ、全然わかんない。つくか。負けかな、これじゃ。桂馬か。取るよりない。この瞬間詰まなかったら負けですね。銀かな？初手は銀か。詰むや詰まざるやですね。いやーどうなんだ。26秒しかない。2三玉か？いやー息を呑む展開だけど、こちらもうね、受けがないので、詰ますよりないですね。2三玉はやっぱり。詰まないか、これは。詰まないか。詰まないか。いやー。詰まない気がする。2一玉か。無念。無念の投了か、これは。あー、ダメか。飛車回って。いやーダメか。そこ1五歩がありますね。叩かれたけど。んー、まあ時間稼がれてんのか。あ、ダメですね。はい。時間切れです。負けました。いやー強かったな。それでは振り返っていきたいと思います。ありがとうございました。はい。それではこちらの局面から感想戦やっていきたいと思います。実戦は、3七桂と跳ねたんですけれども、ここで7二飛車がね、機敏な一着でしたね。ここで6五歩と突きますと、7五歩、同歩、同飛車とされて、主導権を握られてしまうんですね。実戦は、飛車を回ったんですけれども、3五歩と突かれまして、4七銀と引きました。3五歩、同歩に対しては、7五歩同歩同飛車とした後に、後で3六と打つ筋や3五飛車と回る筋がありますので、これもね相手の方のポイントとなります。ということで戻って、この局面で6五歩と突いた方が良かったかもしれませんね。これに対して7二飛車ならば6六角と上がることができます。自分が気にしたのは、4五歩という筋だったんですけども、これはどうですかね。3三角成と交換しまして、同銀に4五銀のような進行ですかね。まあ、これで8六と突かれて、あまり自信はないんですけども、同歩同飛車に8八歩と受けておいてどうだったかというところですね。7九角には7七角と受けておきます。実戦は、3筋に傷が残ってしまいまして、この後ですね。この局面で4五歩と仕掛けていったんですけど、2九玉とかね、2八銀とかやってみたかったんですけど、これに対しては7五歩同歩7六歩と打ちまして、角が移動すると8六歩同歩同飛車という進行になって、8筋から突破されてしまうんですね。ということで相手の方、序盤の駒組みがね、非常にうまかったですね。それでは次の局面です。はい、それでは数手進みまして、こちらの局面です。現在3五歩と打って銀取りになっている局面ですね。この局面で4七銀と引いてしまいますと、3四金が分厚くて、こちらは勝てない将棋になってしまいます。実戦は2五銀と交わしました。これは同桂に対しては、1一香成と玉が取れますので、1二歩と打ってきまして、1八香と打ちました。これは、2五桂に対しては1二香成で詰みとなりますので、次の手がね、いい手でしたね。2一玉と早逃げをした手ですね。これで、5六桂と打ってみたいんですけど、それに対しては2五桂と金を取られまして、1二香成に3二玉と逃げることができます。実戦は1三香成同歩に5六桂と打っていったんですが、5三銀とかわしてきましたね。
やはりこの8六角が釘付けになっていまして、7七角と使っていきたいんですけど、8七飛車成りが待っているので、角がね、ちょっと不自由な形になってしまいましたね。実際4四歩と追撃をしていったんですけれども、同銀と取られまして、4四桂に同金と進みました。ここで3三銀と打っていった方が良かったですかね。同銀には、同歩成同角、1三香成みたいな進行ですね。この進行の方が面白かったかもしれません。実戦は5六桂と打ちまして、4三金に4四歩とくさびが入ったんですけれども、この3三銀がね、あまり厳しくなかったですね。先ほどの3三銀ですと、4四金取りになったんですけど、この3三銀は、角を取っても銀を取ってもあまり厳しくないんですね。ということで、ここで相手の方は待望の反撃です。4六香と打ちまして、歩を使ってしまったのでね、4七歩がありません。ということで、5九玉と逃げたんですが、7六桂から7七歩がね、うまい組み立てでした。これで、同角に対しては、8七飛車成がありますし、同桂に対しては、8八金、同飛車同桂成みたいな感じで、4六香と8八成桂で、左右強撃の形になりますので、こちらは勝てませんね。ということで、将棋法で同飛車と取ったんですけれども、6六金から、8八が素晴らしい組み立てで、これがね、着実な攻めでね、やはり左右強撃となっております。実際1四歩から攻め合いの展開にしたんですけれども、この局面でね、うまい攻めがなかったですね。こちらは6七桂からの攻めが見えているんですけれども、受けがもうないんですね。実戦は、攻めていったんですけれども、6七桂で見切られてしまいました。4三銀から攻めていったんですけれども、ギリギリ詰まなかったですね。はい。本局は、こちらの、両流四間飛車に対して、相手の方の居飛車穴熊という指し方になりました。7二飛車からの動きは機敏で、こちらが少し形勢を損ねてしまいましたね。序盤、中盤、終盤、隙なくやられてしまいました。この反省を生かして次に生かしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。チャンネル登録して、次の動画もチェック！